どうもラムチンです。さあ今日もポケモンアルセウスやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はディアルガとパルキアのフォルムチェンジのアイテムを入手しに来てます。まずはここからですね。ディアルガのフォルムチェンジのアイテムかな。さあ何がもらえるんでしょうか。対戦はねもう余裕でいけますよ。主力メンバーは一応全員レベル100で、頑張りレベルもまあ7、8、9どれかにしてあります。全然余裕でいけるね。レベルももう1日につき6体ずつぐらいかな、レベル100が生まれてますので、もうどん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 、図鑑も埋まってる状態です。まあまあまあ2体、あ、3体同時なんだ。いいよ、普通にポンポンポンといっちゃいましょう。特に何も考えることなくいけるよ。まあ、普通だったらいろいろとね考えていかなきゃいけないと思うけども、さすがに100の頑張り値も上げてるってなると、全然何も考えることなくクリアすることができますね。でポケモン図鑑があとね20体ちょっとかな、あと20体ちょっとぐらいで埋まるんで、アルセウスが仲間になるのももうすぐかな。おそらくあと2日ぐらいやれば仲間になるんじゃないでしょうか。なんかアルセウスはむちゃくちゃ強いらしいんだよね。時の方向いまいちだな。あれやるとちょっと行動順が遅くなるっていうのがちょっと嫌いなんだよね。しかしこれ結構いいアイテムのはずなのに敵が弱すぎるね。30って30代の敵が出てこられても全然余裕で勝てる。なんだ大混合玉だね。ディアルガを使うと、力がみなぎり姿が変わる。いいね。じゃあもう一個の方行ってみようか。次はここか。さあどんなやつを出してくる、気になる。こっちがパルキアの方だよね。勝負しましょう。さっきと同じでしょ。どうせ30ぐらいのやつが3体ぐらい出てくる感じ。グレシア？さっき1体だけレベル60代がいた気がしたんだけども、あ、だね。60代と、で30、30、あー、なるほどね。周りから倒した方がこれはいいってことなんだ。まあ別に気にすることもないんだろうけどね。いけ。まあ一応これが正しい倒し方でしょう。フォルムチェンジしたら何か強さが変わるっていうことはないよね。見た目が多分変わるだけで能力値の変化はないんでしょう。いけ。ワンパンかな。ありがとうございました。アイテムオーラを。しかしここもあれだね、いいアイテムもらえるのに敵が弱すぎる。いや普通に戦えば強いのかな。3体いっぺんに出てくるから若干戦いにくい感じかもしれない。ありがとう。パルキアが使うと力がみなぎる。いいね。では見てみましょうか。大事なものだよね。大混合玉使う。ああ、なんか見たことある。これは何かで見たことがあるやつだね。はい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 。俺は昔のまんまの方が好きかな。で、パルキアの方は、どんな感じになるんだい？
はいはい、なんかちょっとごつくなるんだね。鎧を着たような感じになるんだな。あー、両方とも俺昔の形の方が好きだな。多分能力値としては、あ、変わらない変わらない、能力値は一緒、ただただ見た目が変わるだけみたいですね。はい、ま、とりあえず今日はリアルガ、そしてパルキアをフォルムチェンジできる大白玉、そして大混合玉入手してみました。うん、まあ俺は元々の形でやっていこうかな。うん、フォルムチェンジは俺はあまり好きじゃないっぽいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。